平成20年8月3日、阿蘇山上の草千里で第27回目のクリーン活動が行われました。8月の第1日曜日は毎年クリーンデーとされ、環境省が主催し、全国的に清掃活動が行われています。今回は草千里一帯の清掃で、観光協会阿蘇市商工会、市役所、そして一般社を含めた200人が参加しました。3つのグループに分かれ、雄大な景色を眺めながら、放牧された馬や牛と戯れながら清掃を始めました。内輪や阿蘇市の地域通貨、そしてクーポン券、厚紙で作られたエコ貯金箱がエコパックとセットで参加者の方々に配られました。少しでもエコを心がけてほしいという主催者の気持ちが込められています。大勢の参加者の清掃活動で草千里は一段と美しさを増しました。